警察の拷問不当逮捕って泣き寝入りしてたんですよ、弱い人たちは。だけど SNS によってどこで誰が何をやってるか一瞬にして分かっちゃう。今までのデモとは違うフェーズに入ってんじゃないかな。ライブスマターから内容は違うんですけど、意思表示としては香港対ハルトゥーム、ナイジェリアのデモっていうのは、時代が世の中が違うフェーズに突き詰めていくと、ありとあらゆることが確実のもとに中央政府を握ったら、どんなメリットがあるかって言ったら、国際社会が支援する。膨大な金が入ってくるんですよ。援助っていう名のもとに、支援っていう名のもとに。南スーダンもそうなんです。これからのアフリカって、経済成長すごくて、スタートアップとか海外からの投資も数百億単位で入ってくるようになったんだけど、その資金をどの民族がどう使うか、一つの国家として平等に配布するのかしないのか、それによって本当の経済成長がアフリカの未来の果実が確実に収穫できるのかがかかってるような気がするんですよね。だから経済成長と紛争をどういうふうに調和させて成長と繁栄に結びつけるのか、文化的な牧畜対農耕民という戦い、対イスラム対非イスラム教徒の戦いがかぶさってきている。そこに少数派対多数派、そこにテロの話がこうかぶさって、そこに世界有数の資源が眠っているっていう、本当に難しいですよ。誰が最終的にきちんとした政府を作って、経済成長と資源を有効活用して欧米にも対抗できるような産業を育てて成果を普通の人たちにシェアしていくか、何人亡くなろうが、コロナが起きようが、紛争が起きている、難民も出ている、資源をめぐる争いもある、誘拐もある、海賊もある、ありとあらゆることが同時進行している。それの象徴がアフリカ大陸、これから国際協力を考えやりつつも、裏とは言わないんだけど、もっと切迫したリアル、お金がある限りは仲良くしようね、それはお金があるから学校作ってくるんだ、そうじゃなくても戦略的なこういう価値観考えでこうやるんだっていう、それぐらいまで読めていくといいのかな。